娘とママに捨てられた哀れなおっさん、元気してた？え、リホ、久しぶりじゃないか。ママが再婚相手に逃げられたの。仕方ないから帰ってあげるよ。何を言ってるんだ。俺と一緒に暮らすってことか？それしかないでしょ。可愛い娘のお願いよ。もちろん養ってくれるよね。俺のことをゴミみたいに捨ててよく言えたもんだな。ママが金持ち男に乗り換えて私がそれについていったこと？忘れもしないよ。貧乏人の仮想親父って言って笑ってたよな。トラウマになってるの受ける。そういえばあの時の様子動画に撮ってたの気づいてた？お前そんなことしてたのか。ペット用のビデオカメラを買ってこっそり撮影してたんだよね。あんたの落胆した顔バッチリ映ってるよ。何のためにそんなことしたんだ。元気がない時見返して笑うの。悪趣味なことしないでくれ。ネットにばらまいてもいいんだよ。それが嫌なら私たちを養いなさい。私たちって？ママとお前の二人の面倒を見ろっていうのか？違う違う、私のカレピッピだよ。無職だけど顔は超いいの。お前はもう成人してるだろ。自分で働いたらどうだ。働いたら負けって言葉知らないの？私もカレピッピも労働から解放された人間だから。ただのニートじゃないか。勘弁してくれ。そのうち私に子供ができたら孫の顔が見れるよ。よかったねおじいちゃん。そうなったら孫の世話まで俺にさせるつもりか？ピンポーン。子供の世話をするのに孫の世話はしないなんておかしいもんね。いい加減にしてくれ。俺はお前らカップルを養うつもりはない。はあ？貧乏人のゴミ親父をリサイクルしてやろうって言ってるのに。俺の稼ぎに不満があるなら余計に他を当たってくれ。あんたの安月給で妥協してやるって言ってるの。この私の優しさが分かんないかな。分かりたくもない。明日荷物を持っていくから私たちの歓迎パーティーよろしくね。勝手に決めないでくれ。絶対に家には入れないからな。私って性格悪いからそういうの言われると思える。特上寿司用意して待っててね。勝手に話を進めないでくれ。絶対に来るなよ。おいリホ。俺は直也、43歳。某企業に勤めるサラリーマンです。現在は独身ですが、10年前に離婚。元妻から突然金持ちの彼氏ができたと言われた時のショックは今でも忘れません。当時12歳だった娘のリホは元妻と一緒に私をひたすら罵倒し去っていきました。そんな人間が今さら面倒を見ろだなんて虫が良すぎます。これ以上関わってこないでほしいと思っていたのですが、翌日リホから信じられない LINE が届きました。翌日。私もピッピもお腹ペコリン丸なんだけど、いつになったら帰ってくるのよ貧乏親父。は？お前今どこにいるんだ？あんたの親父くさいマンションナウです。どうやって入った？鍵が開いてたからそのままお邪魔したけど。そんなはずない。毎朝出かけるときに戸締まりの確認はしてる。その様子って映像残ってるの？口では何とでも言えるんだよ。仮に忘れていたとしても勝手に入るのは問題だろ。私は昨日行くって言いました。もう物忘れ始まってるとか、40過ぎなのにジジイじゃん。俺は断ったはずだ。お前がやっていることは不法侵入だろ。民事不介入です。残念。そんなことよりいつ帰ってくるの？遅くなりそうなんだ。頼むから出てってくれ。今日から一緒に住むのに冷たすぎでしょう。そんなんだから私とママに捨てられるのよ。関係ないだろ。お前と彼氏を養うつもりはないと何度も言ってる。はいはい、ツンデレツンデレ。本当は寂しくて仕方ないくせに無理しちゃダメだよ。ポジティブがずれまくってるから調整しといてくれよ。どちらにせよ今日帰るのは無理。冷蔵庫にある缶ビール全部飲み尽くしてフラフラなの。勝手に人の家のものを。ちなみにカレピッピはあんたのベッドで寝てるよ。カレー臭がこびりつかないか心配。自分の将来を心配した方がいいぞ。ごちゃごちゃ言ってないでもいい加減観念しないよ。娘だし面倒見て当然だし。違うから。あんたが否定しようが血のつながりは絶対なの。お前の親権争わなかった理由教えてあげようか。え、急に何の話？お前と俺に血のつながりはないんだよ。は？え、何の冗談？笑えないんだけど。真面目な話だから笑う要素なんてない。事実だからな。だったら私の父親はどこのどいつなの？
お前の母親はもともと相当な遊び人でな、俺と結婚する前は男を特会引っかえだったそうだ。まさか本当の父親は誰かわからないとか。いや、お前の母親は既婚者と関係を持ったらしくて、その時に妊娠したそうだ。相手の奥さんから訴えられて結構な慰謝料払ったらしい。ちょっと待ってよ、そんな女と知りながらどうして結婚したのよ。聞いてたら結婚してるわけないだろ。あんたを騙してたってこと？そうだよ、付き合ってた彼氏に妊娠を告げたら逃げられたと言ってた。そんな。お前のママと別れた時真実を告げられた。騙されてるのに気づきもせずリホを大事にしてる姿が滑稽でたまんなかったと大笑いされたよ。全然知らなかった。これでもまだお前を養う義務がどうとか言うつもりか。いや、血のつながりはないけど一緒に過ごした時間は確かにあったはずでしょ。だから実の親子以上に深い絆で私たちはつながってる。どの口が言ってるんだ。ママと一緒に笑って俺を捨てたくせに。あれは嘘だから。実はママに命令されて仕方なくついてったの。嘘をつくな。あー、もうだるいな。血のつながりだの親子だのめんどくせんだよ。開き直ったか。私とカリピッピはあんたと暮らすの。てこでも動かない。警察に通報されたも。こんなの大した罪になりゃしないわよ。俺の家に無断で侵入したこと、冷蔵庫を勝手に漁ったこと、お前の罪がそれだけだと思ってるのか。え、お前彼氏と一緒に逃走中の身なんだろ。え、ちょっと待って、急に何を言い出すの。お前の彼氏有名な詐欺グループのリーダーで指名手配中なんだろ。カレピッピと面識ないくせに適当なこと言わないでよ。何を証拠に言ってるの。お前のママだよ。え、お前は彼氏と共謀して自分の母親から借金をさせて金を騙し取って逃げた。ママがあんたに連絡してきたの。離婚した時に二度と関わらないって言ってたのに。状況が状況だからな。お前と彼氏の居所を知ってるかと連絡が来て事情を説明された。実の母親に対してよくやるな。うるさい。ママが離婚するから私が苦労することになったんだ。金を騙し取るくらい許されたっていいでしょ。働きたくないからって詐欺師の彼氏と共謀してお金稼ぎか。労働するよりもよっぽどマシでしょ。働いたら負けなんだから。どんな理屈だよ。結局俺に養ってもらうというよりかくまってもらう計画だったわけだ。細かい名目はどうでもいいから私たちのことを誰にも言わないで。もう遅い。お前と LINE をしながら警察への通報は済ませてある。そろそろ到着する頃だ。は？待ってよ、私とカリピッピは悪いことから足を洗ったの。罪を償う段階を飛ばしてるぞ。ママが金持ち野郎に捨てられなきゃこんなことしなかった。悪いのは全部ママよ。その言い分は好きなだけ警察に話してくれ。ママは男に捨てられて今は借金地獄。私はあんな風になりたくなくて頑張ったのに。努力の方向性完全に間違えたな。あ、警察が来たみたい。出てきなさいって叫んでる。お父さんどうしよう。今さらそんな呼び方されても不快なだけだ。酔いつぶれてる彼氏を起こしてさっさと出てってくれ。もともとそこは俺の部屋だ。あのね、本当はベランダの窓を割って侵入したの。へえ、そうだったんだ。結構な音がしただろうに、ご近所さんに気づかれなかったか。音を立てないで割る方法があるのよ。だから誰にも気づかれてないはず。悪知恵が働くな。何にせよ犯罪だよ。その修理費用は全額弁償するから。だから今すぐ帰ってきて警察を追っ払って。弁償するのは当たり前だし、交換条件として成立してないの分かってる。あ、分かった。これからは心を入れ替えて働く。だから助けて。働いたら負けなんだよな。負けを認めるから。だから助けなさい。血のつながりはなくても一時は父親だったんだ。責任を果たしなさい。無責任この上ないお前に言われたくない。俺がお前を助ける義理は一切ない。どうしてこうなるの。私は楽をして生きていこうとしただけなのに、こんなの理不尽よ。勝手に飲んだ缶ビールと窓ガラスの費用については改めて請求させてもらう。詐欺で稼いだお金はもう使い果たしちゃったの。そんな余裕なんてないわ。余裕があるかどうかなんて知るか。とりあえずブロックするからな。しっかり罪を償ってこい。
心の中でしっかり反省したからもう十分だって。カレピッピも起きてくれないし、なんでこんなことになるのよ。その後、駆けつけた警察官により二人は逮捕されることになりました。どうやらリホは詐欺師の彼氏と相当古い付き合いだったらしく、かなりの罪を重ねていた模様。お年寄りを狙った振り込め詐欺がメインで、被害総額は1000万以上なんだとか。罪の重さから考えて外に出てくるのはかなり先になりそうです。リホの母親に関しては罪こそ犯してないものの、生活は極貧そのもの。新たに金持ちの旦那を作るべく活動しているようだが、効果は出ない様子。やばい業者から借金をしたせいで、毎日厳しい取り立てに怯えながらもやし合食の日々を送っているんだとか。元妻とその娘との関係もこれで完全に断ち切ることに成功。リホには話していませんでしたが、実は現在交際中の女性がいて、今年中に結婚する予定です。生活する上でお金は確かに大切かもしれませんが、贅沢を言い出したらキリがありませんね。